日本関東地方神奈川県横浜市金沢区八景島八景島は神奈川県横浜市金沢区に位置する人口島。面積は約24万平方メートル。島全体が横浜市港湾計画の構成施設となっており、横浜、八景島シーパラダイス、ヨットハーバー、桟橋、緑地などが整備され市民のための憩いの場となっている。地名は 島全体が金沢区八景島となっている。名称は金沢八景に由来する。陸地とは三本の橋で結ばれている。島内は一般車両の乗り入れが制限されているため、国道357号、金沢八景大橋とも2017年現在、一般車両の通行には制限あり。横浜市の沿岸部は古くから埋め立てと開発が行われてきたが、 戦後昭和30年代には中区から金沢区にかけて湾岸部の大規模な開発が行われた結果市民がレジャーに用いる水際線がほぼすべて失われたこれを回復させるため横浜市では金沢区に海の公園計画を策定本島はこの計画の一環として埋め立てが行われた開発に際しては 民間資本の導入が計画されており、後に横浜、八景島シーパラダイスなどのレジャー施設が整備された。2013年現在、八景島は陸地へは横浜市側としかつながっていないが、将来的には国道357号が横須賀市側へ延伸する計画となっている。八景島指定管理者選定資料、調査機法98号、横浜市。 2013年5月2日閲覧東京湾岸道路国土交通省関東地方整備局横浜国道事務所2013年5月2日閲覧ウィキメディアコモンズには発見島に関するカテゴリーがありますありがとうございます